こんにちは、ひろちゃんです。稲がもんがれ病になりました。田んぼの土作りを教えていただきたいっていうお話なんですが、まず広い田んぼの土作りはなかなか大変ですが、やってる方もいます。稲刈った後のもみ殻を田んぼに入れると、それを土に混ぜ込むと、もみ殻には鶏酸っていう肥料分がありますので、次に作った時の稲が非常に硬くなります。硬くなることによって病気も来にくいです。虫も来にくいです。さらに土作りをもっと進めようと思えば、くん炭、もみ殻を焼いたくん炭を入れたり、米ぬかを入れたりして土と混ぜ合わすと、さらに土は良くなりますが、広い広い田んぼですので、それをするのは大変なことだと思いますが、まあ自家用の田んぼ、自分たちで家族で食べるような細い狭いところからやってみてはどうでしょうか。ありがとうございました。2個。